どうもー、影山です。今日はですね、えー、やる気を上げる動画3選3つですね、えー。僕が一応見ているというか、えーそうですね、その動画をちょっとお伝えしたいと思います。えー、その前にですね、近、ま、況、あ、報告というか、まああのー、昨日とかね、こ,うこう最近ですね、そのお客さんとお話ししててね、なんかこうすごく面白いなと思ってるんですよね。 えーまあ、いろんなお客さんこう、まあ、人それぞれのこう人生が人生というかねそのあるんですけどもそのお話聞いててねなんかこう面白いなって思いますね。そのものすごいだからその人の影響で僕ハイボールを飲むようになってほんでまあウイスキーのことをちょっとずつね こうそこまでま,あまだまだ全然その入り口に立ってるか立ってへんかぐらいのレベルですけどもそのウイスキーのお話をお聞きしてですねいろいろこう勉強になるというかもう面白いこうウイスキーの,その深さ奥深さをこう感じることができてですねで自分もハイボールを作ってほんで実際飲んで味をこうね自分でその感想を伝えたりしながらね、えー、していくその面白さを 感じたりとかですね,そのん、まあ、ね独立をしようとされてるお客さんがいてですねそのその方がこうやっぱりその家庭があるんでねその方もね、えー、お子さんもおられるし奥さんもおられるということでそのしっかりしたその、まあ、ある程度のその、えー、安定安定というかね えそういうものも求めながらもね、えー、独立して自分のこうやりたいことをやりたいということでこう言っておられてですねそのやっぱ副業にも取り組んでおられてそっちもしっかり結果を出されててですねほんで、えーまあ、うち来ていただいていろいろお話聞いてですね、えー、それがこうやっぱり面白いそんでその中でですねその僕が、まあ あのやってることでこう伝えれることがあったりしてえ伝えたりそれはお子さんが習い何かねなんかダンスを習いたいっていうことで僕が知ってるその僕が1回行ったねえダンススクールにのをちょっと紹介したんですけどもえそういうことも面白かったりとかですねあとその方がう違う方なんですけどそのまあ将棋に最近興味あるとか言ったはってで聞いたらですねもう小学校からそういう大会に出てたりとか。 して,てで将棋のそういう NHK のねこう将棋毎週日曜日にやってるらしいんですけどその放送を見ることが面白いと。で今碁に興味がある。 ですよねで僕より年下の人でそういうところに興味あって確かに「5」とかね「5」はちょっと分かんないですけど将棋とかもねこうやっていくとこう面白いんだろうなっていうのはあります。僕は全然弱いんでね、えー、そこまではまらなかったですけども、あのー、ああいう世界のものをこうサークルというかそういう「5」将棋をこうみんなが指してちょっと一曲やりましょうかみたいな。 世界があるじゃないでですかでそういうとこ行ってこうやっていくっていうのもこう一つの面白さやなぁと思ったりします。まあ、あのー、何でもかんでもやるとねその時間ないんであれですけどそういうそういういのも面白いなと思うのは分かります。ほんで、えー、あと山登りとかねそうされる方がいてですねそのそれも本格的にれすごい経験してはるなっていうような話を聞いたりとかですね。あと まあ、昨日とかでもでもすねお客さんで、えー、その女性の方やったんですけども、えーまあ、パ,ートをさパートというか、まあ、お仕事されててですね「そんな仕事あんの?」ってそのちょっと詳しく言えないんですけどもものすごい恵まれてるというか、まあ、運がいいんでしょうねすごいついてはる人なんやと思うんですけどもそういう仕事にちょっと巡り合ってその仕事を今されててえー、それでえー、それ仕事として。 しっかりとあるんですねっていうようなことの仕事やったりものすごいねなんかその最近そのお客さんいろいろお話聞いてこれはねなかなかこの仕事やってるからならではかなとまあ他の仕事でもいろいろ話は 聞くででしょうけども、個人個人人一対一でね、こうしっかりお話を聞かせていただいてそこから僕も刺激受けてそこからこう行動に何かを起こすことがあるんですけどもなかなかこれは僕、今自分の仕事しててね、えー、面白いなぁと思ってます。なかなか良かったと良かった良かったっていうのもあれこれからもっとね自分の技術を上げてね、えー、お客さんには喜んでもらうためにこうやっていきますけどもその。 お客さんとの交流がものすごい面白いですね。うんまあ、去年ぐらいから特に気づきだしてその前とかはもっとねこう集客をこう、えー、に苦しむというかですねちょっとそういうところがあったんですけども、まあ、去年ぐらいからやっぱりちょっと面白くなってきてますね。うん、で、えー、ここも1週間ぐらいでものすごい面白いことを,をこう実感している状態です。 まあ、それはいいとしてですね、えーまあ。やる気を上げる動画、参戦3つということなんですけども、えー、まず一つ目がですね、永、えー、平寺ですね。これね、前もなんかで言ったと思うんですけど、永平寺の動画ですね。えー、YouTube で永平寺と打つと、永ていうのは永久の永に平、平、で寺ですね。永平寺って打つとですね、永平寺に修行に来られてる。 そそのの修行層の、えー、動画ががあるんですでそれが結構面白い多分 NHK で放送されたやつだと思うんですけどそれを見るとですねこううんよし頑張ろうというふうにこう,なもう,こう自分を律するような気持ちになってですねもっとストイックになろうというような気持ちになりますほんでもう一つがですね千日放校かなえー、修行されてすごいこう えー、修行の中でも一番厳しい修行をされる、えー、のが動画でこ映されてるんですけどもそれもなかなか強烈ですねそれ見たらこれほどし,しんどいもんないなっていうこれやれたら他何でもできるやろっていうような感じの動画なんですねでそれを見るともう自分は全然あかんなもっとやらなっていう気持ちになります、うん、でもう一つがソフトバンクアカデミア、えー 開講式、えーっとですね、孫正義さんのね、えー、動画なんですけども孫正義さんがソフトバンクアカデミアっていうね、えー、そういうなんちゅうですかねなんかそのいろいろこう勉強できるそういうものを作ってはるだいぶ昔からですけどもでその時の開講式にこういろいろね、えー、孫さんが考えた孫子の兵法プラス えー、孫正義さんが考えたえー、とですねあれは25個やったかな25個の,その文字があるんですけどもそれでこういろいろこうビジネスを考えていくっていうのをこう説明している、えー、動画になるんですけどもこれを見るとですねあの自分がいかに何も考えてないかっていうのがすごく分かってですね、えー、もっとやれることがあると。 でえー、もちろん現状に甘んじることなくっていうこともそうですし何かこう、えー、障害があったりこう困難なことがあってもですねなんとかこう突破する方法はあるんじゃないかっていうのをこう感じさせるというかそのもっと考えたらちゃんと解決方法はあるっていうのをこう思いますね。うん、でこうやる気にもなります。もっともっっととビジネスに でも他のことでもそうですけどすごいやる気になる動画ですね2時間ちょっとの動画でなるんで僕は先週の水曜日は3倍速で見ましたね3倍速で,で3倍速でバーッと見ましただから2時間ちょっとの動画ですけども明日もまた水曜日ももう一回見ようと思ってますけどもということですね だから、えー、一つが永平寺の、えー、修行僧の動画。で、もう一つが千日会法行ですね、の動画ですね。それともう一つがソフトバンクアカデミアの開講式の動画です。この三つが、えー、僕にやる気がする、もっといろいろありますけども、まあまあ、あのー、YouTube でパッと見れるのではいいかなと思います。ということで、今日はやる気になる動画ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃっていきましょう。どうも、ありがとうございます。